ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。お客様、ちょっといいですか？何ですか？お持ちの乗車券を拝見させてもらってもいいですか？あ、定期券です。ちょっと確認しますね。今日は乗り越してきた感じですか？はい、そうです。ちょっと用事があって。お客様、乗車駅での入場データばかりで、出場してるデータがないのですが、どういうことでしょうか？出場のデータって何ですか？定期券なら行き来が自由だと思ってますか？定期券にもしっかりとデータは残ってるんですよ。え？あ、そうなんですね。ざっと見る感じ1ヶ月ほど入場だけして降りる駅で強行突破を繰り返してますね。いや違うんです、出る時だけなんかうまくいかなくて。1ヶ月もですか？いや、そのこれは非常に悪質で計画的な不正乗車です。罰則金として3倍運賃をいただきます。そんな。もちろん過去の分も含めて清算させていただきます。さらにお客様の会社にも連絡させていただきますね。終わった。